ミザオン、ミザリオールの音楽堂 Z。 さあ後半戦に行きたいと思います。はい、後半戦。さあ後半戦はですね、ちょっとさ、まあ、前回のその配信で、もうちょっと若干出たんですけど、質問とか、まあちょっとさっき真帆ちゃんがね、もういろいろ言っちゃったりとかもしたんですけど、今回は一人ずつ、まあそれぞれ、質問、もう個人的なことでもいいですし、このバンドに対してもいいんで、ちょっと質問し合っていこうかななんて思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。さあ、どうしましょう。次、どっちから先行後攻は、お任せしますが。はい、どっちもいいですよ。どっちもいい。行っちゃえよ。お兄ちゃん経験出るね、すぐ。すぐね、兄弟だとすぐ。先行後攻だったら先行の方がいいかな。でも、弟には振る。先行はやるけど。最終的には高校なんだよね。先行がいいというか。あの勢いよく行くけど他のやつの間先方を行かせるタイプ。さあ、じゃあ、フミヤさんから。そうですね、まあ、僕は、まあ、やっぱり同国、はい、同国の、まあ、僕が基本的にクリエイターでいろいろ曲とか作ってるんで、やっぱちょっとそっち方面で行きたいなと思ったんですよ。なので、まず曲作ってるのは、マホロさんが全部作ってるんですか、アルバムを。そうです。お、すごい。じゃあ、曲もそうですし、あのそれこそシンセサウンドとか、そういうさっき言った語りの部分とかも全部考えて作ってるのマホロさんで。そうですね。あ、すごい。ただなんか入れるタイミングとかはここがいいっていうのは決めるんですけど、うん、具体的になんて喋るかみたいなのは、うん、セリフとかはまあかなとに決めて作っていただいてます。あ、やっぱりシンセサウンドとかも入れてるじゃないですか、はい、結構楽曲に。でああいうのも入れた時も、あ、やっぱかっこいいなと思って、そのやっぱり VK 以外にもそういう影響を受けたのかなっていうのをちょっと聞きたいなと思ったんですよ。やっぱああいうシンセサウンドって最近はやっぱり2000年代入ってからいろいろああいうサウンドを使う VK は増えましたけど、やっぱり他のジャンルから取り入れてそれを消化させるのかなっていうのがちょっとそういうのが気になったので、なんか他のジャンルのなんか影響を受けたものとかがあればちょっと聞きたいなと思って。 VK 以外で。そうですね、はい、そうですね。そうですね、やっぱりその、まあ、このバンドをやる前に、まあ、そのいろいろ社会情勢が変わっちゃって、うん、でまあ、バンドとかライブハウスに行くみたいな趣味自体がなっていうか、楽しみ方が悪みたいな感じになっちゃったんで、なっていうかそうじゃないけど似たような近しい楽しみ方をしてるジャン音楽ジャンルってなんだろうって思っていろいろ聞いた時に、その、まあ、クラブミュージックとか、まあ、その EDM 系の類に、うん、とかがやっぱり同じぐらいの年齢層でやっぱり盛り上がってるみたいなところがあったんで、そこのジャンルの中で特に盛り上がってる曲とか、なんかこの時期はこういう曲流すとかってやっぱ年代ごとにあったりとかされるんですけど、まあ そのやっぱ時期によってリズムパターンだったりとか、まあシンセの音の傾向の流行とかが違ったりとかして、でまあそういう要素とかから取り入れてみたりとかしたら、そういうジャンルしか聴かないよみたいな人とかからも興味を持ってもらえたりもするかなとも思うし、それをやらないと多分ビジュアル系がいつまで経っても時代変わってるのに古臭いままみたいな。なるほど、それは確かになんか いますよね。なんかいつまで経ってもなんかコテとかキラとかで分けるみたいな、聴く側の人がなんかカテゴライズするのは分かるんですけど、うん、演者が分けるのってもう、あ、それは大事だと思います。ダサいっていうか、もう令和なんですけど大丈夫みたいなところがあるんで、そういうのの新しいところっていうのを誰かしらが作らないと、このままだとちょっとねみたいな風に個人的には思ったんで、そういうところから吸収して取り入れたりとかするようにしてますね。なるほど。そのジャンルにこだわることなくで、クラブミュージックとか EDM なんですね。そうですね。あの EDM 僕好きなので。あ、うん、そうなんですね。やっぱりもっと言うと、でもあのさっきも、まあね、始まる前に実は好きな音楽のバンドの話とか、うん、ちょっと共通点があったりとか、ね、ありました、うん、そういうところっていうのは絶対出てくると思うんで、それぞれね、うん、やっぱりなんか意外とそこら辺で始まる前にちょっと盛り上がっちゃったりとかしてて、はい俺もちょっと、ああ、いいな、確かにっていうのもあったりとかして、うん、なんか、その辺のスタイルっていうのは今、切り開こうとしてるところね、まさにこの MC さんとかね。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、続いて、お兄ちゃん。僕はね、やっぱね、ボーカルだから、はい、やっぱちょっとボーカルに人をしたくて、はい、ボーカリストとして気をつけてることは何でしょうか。お、気をつけてること、まあ、そのケア的なことで言うと、うん、まあ、喉のケアはもちろんするんですけど、うんうん、僕ライブ前とかに、うん、とかレコーディング前とか、
あんまり物を食べないっていうのを決めてて、まあ、ちょっと胃が膨れてると声が出にくい気がしていて、それを気をつけてますかね。なるほどなるほど、はい、はいはいはい。なんか逆にたくさん食べて体の力を抜くっていう人もいれば、抜くあの飯を食べないって派なんだよね。そうですね、そうですね。なんかこう空洞になってる方がいい気が個人的に話して、そうね、で人によって違いますよね、やっぱりそこはね。やっぱその食べることによって体の重みを感じちゃうから、なかなか歌がいい歌ができないって方は確かに聞いたことありますね、そういうのも。睡眠もそうですよね、あんま寝ない人もいるよね、歌う前に。逆に寝すぎちゃうと歌えないとか、体がもう眠っちゃってる状態になるからって起きないっていう人もいますよね、そういう人もね。オペラ歌手なんかの人の一部だと、やっぱ食べとかないとその体の体型と維持ができないし、その声が出ないし、体がそれに慣れちゃってるからっていう人も中にはいるから、もうそれ人それぞれですよね。そパワーが必要だからってことですね、そういうジャンルとかが。人もなんかがっつりステーキ食ってからいるからね、なかなか。すげえ口元ベトベトになりそうだね、ステーキさん。まあもちろん脂身はいいって言いますからね。そうそうそう、喉にね。はい、だからよく聞くのはレコーディング中に手こずってしまったら唐揚げ食べる人いるって聞いたことあるんですよ。その脂身みたいな喉胃もたれして大変なっちゃう人に言う、はい、もうだって唐揚げ食べたらハイボール飲みたくなる。いや違う違う違う誰が飲む話。あ違う違う違う、そこまで来たらまあそうねねえあれってなるレコーディングなんでハイボール入ります。全然ちゃうやん。そうそうそう、なるほど、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあ続いてじゃあ浮き図側から、誰から。僕じゃあちょっと逆に同じことをお聞きしたいなって思ってたんで、はい、ちょっと、はい、まあ、ボーカリストとして何かやってることとかってあるのかなと。ああハイボール飲んとかだったらどうしよう。かっこいいでしょ。あ、違う、飲んでるんかい。ちょっともう余計なこと。自分は逆にあんまり気にしないようにしてる。ああなるほど、ね、ちょっとね、自分ではそんな気がしてないんだけど、神経質らしいの他人から見ると、はいはい、自分が、はい、だから気にしすぎちゃうと、なんかルーティンってあるじゃん、はい、ルーティンが1個崩れちゃったら、なんかあーみたいになっちゃうんだよね、はいはい、多分自分の性格、はい、的にはね。だからあんまり気にしないようにしてる。だから、うん、前日とかツアー中とかでも一杯はお酒飲むし、はい、あーなるほど。で、ただ、なんだろうな、寝るときにちょっとマスクして寝てるとか、やっぱ何回も連続で歌ったりとかするとどうしてもね。ツアー中言うても、だってツアーをヨーロッパしかないの。まあそうです。でも6日間連続で移動もありつつみたいな。そのハードの中でもやっぱりルーティン、まあ一杯ぐらい飲んで。ああ飲んでましたね。飲んでましたね。飲んでました。言葉通じないのにまたそれも。言葉通じなくてもお酒は飲めるんですよ。名言だな今、はい。だってバンコク共通なんだからビールって言ったら、ビールって言ったら出てくるから、それは。あと基本的にお酒飲めば現地の人と仲良くなる。ああなるほどね。だからあんまりストレスを抱えないのは、多分自分があんまり気使わないことなんじゃないかなと思って。なるほど、確かに。でもだからといってタバコも吸わないし、なんかあんまり怒鳴らないようにはしてるから。なるほど、そうです。そんなところかな。ありがとうございます。じゃあ、続きがある。そうですね。タバコとか声張って、声張って、ここだけテロップつけてもらっていいよ。ありがとうございます。はい、タバコとかって吸われる方はいらっしゃいますか。僕ら兄弟は吸わないんですよ。お、全く全くだね。だって初めて吸ったのがウクライナ行った時、水タバコぐらいかな。またウクライナって今大変なやつを。大変なところです。であれはでも俺はタバコ好きじゃないんだけど、はい、なんか一緒に一本ぐらい吸おうよみたいな感じじゃん、はいはい、それで断っちゃうと友達になれないなと思ったから吸った。あ、なるほど、うん、めちゃくちゃ咳込んでた。なれないなんで、なれないもんだと。ゴー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 、めちゃめちゃダメだったね。あれ水タバコまたちょっと違いますからね。タバコともあれ、そうそうそう、なんかすごく似合いそうなのに。あ、まあね、見た目的なところでタバコ似合いそうなこのダンディな感じ。もう全然吸わない。俺一回も吸ったことないもん、タバコ。そうなんですか。昔から吸ったことない。金のジッポとかすごい似合いそう。金似合いそう。見た目だよね、完璧ハードボイルドな感じので。ケーキのろうそくに火つけるって。違う。かわいいから。いきなり可愛くなった。タバコや言うてる。あ、そうか。全然吸わないね。金のジッポでろうそくに可愛いじゃない。
通100円ライターとかでいいや、ちゃったお酒は飲むけど、タバコは全然吸わない、うちらは、うん、そうですね、うん、そういえばそうですね、そうです、そうです、はい、はい、ありがとうございます、はい、さあ、じゃあ、魔法ちゃん、そうですね、ビジュアル系やってて、海外でライブするっていうのが意外とやったことないんですけど、うん、その海外でライブやられてるっていうのをお伺いしてて、なんか、なんていうか、日本で普通にライブするのと海外でやるのとの決定的な違いみたいなのとかってあったら知りたいです。暑い、寒い極端だな、暑い、楽屋がないとか、あ、PA の人がお酒飲んでるとか外国だね、なんか確かに。あと、もう何回リハやっても音が治んないとか、そう、海外批判すごい批判してない、いいとこもあるんだよ、いいとこもあるんだけど、でも海外のライブハウスって、あのイメージですけど、バーとかと併設してたりとか、飲み屋ってライブレストランとかいうところが多いので、うん、そう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 、だからその環境の音楽をやるっていうライブハウスとかの環境の良さだけを考えるのであれば、日本は飛び抜けて多分トップだと思いますね。そうなんですね、はい、うん、だから、まあね、はい、日本でこれが普通と思って行っちゃうと、現地に行った時のその落差が激しいっていうのがあるので、なるほど、ただ俺らが行ってるとかちょっと偏ってる、まあ、ヨーロッパ、ヨーロッパだからね、でこれが東ヨーロッパをメインで行ってるっていうのもあるので、どうしてもやっぱり西ヨーロッパと東ヨーロッパってその国の豊かさが違うので、はい、そういうのがちょっとライブハウスとかに出ちゃうっていうのはあるんですけど、なるほど、まあ、あとお酒飲みながら文化だよね、まあ、あっちの人たちはもうお昼からだって水代わりじゃないけども、体で消化もちゃんとできるし、うん、そんな酔わないからもう昼からビールだろうと。だからそれこそ僕らが会場入りして一人体のでかいおじさんがガンガンお酒飲んでる人がいて、誰だろうこの人と思ってハローみたいな感じに行って、じゃあリハやりますよって言って僕らがステージだったら、そのガンガン酔っ払ってる人が PA だから言ってるんですあれやべえやべえなあいつじゃないよな、あいつじゃない、怖い怖い怖い、すごい怖いんですけど、いはい、じゃあ外音のスピーカーから出すよって言って出した瞬間、はいが超でかい酔ってる、確実に酔ってるあともうこれもちょっとあれなんだけど、なんか相手の機嫌を損ねちゃうと帰っちゃうのよ、そう、へえ、だから相手の尊厳を傷つけないように行ってきてくれって言った、うん、柔らかく伝えて、あの今の音がめちゃめちゃベリーグッドだとすごいんだけど、これもうちょっと直したらもっと良くなるんだよっていうのをなんか PA ともコミュニケーション取って、うん、でもなんかこの人たちを応援したいと思ったら、そのマンパワーがもっと強く出るのよ、うん、その人たちの、うん、ああなるほど、酒を飲んでるのね、そうそうそう、褒めてるわ、でも酒飲んでも仕事やってくれないんですよねでもお客さんもそうですよね、やっぱりノリとかも、なんか日本だとこれ目当てだからこれ以外見ないって、別に今のシーンを批判してるわけじゃないんだけど、ヨーロッパとかもアメリカもそうなんだけど、とりあえず出てきたらよっしゃ行こうぜみたいな感じで乗ってくれるとか、外国のお客様のそういうとこってありますよね、とりあえず出てきたらなんか、だから我々はね、もっとビジュアル系を盛り上げていきたいってなった時に、ここだけじゃなくてイベントを盛り上げるのはね、もっとそんな存在になりたいですよね、6月28日やりますよ、あ俺つなげようと思った先言われちゃったよさあね、ちょっとそういうところで、このお話になってきて、6月28日のお話になります。6月28日、ホリデー新宿で、ミザオン、ミザオンね、ミザリオの音楽堂 Z フェスですね、これの荒ぶる男たちの共演ということで、全然荒ぶってない、荒ぶってないんですよ。それはめっちゃ思いました。うん、まあ、詳細を比べてきた、まあ、そのタイトルはあの先輩方がほら、はい、激しいのやったりとか、うん、今回あの特にオープニングアクトの先輩方ががっつり熱いのやってくれるんで、はい、まあそういうのもあって、まあでも初めて会うわけじゃないですか。まあ気負いで、なんていうんですか、はい、舐められないようにじゃないですけど、お互いにだってまあ言っても今日こういうふうに共演しても、はい、なんていうんですかね。まあ、舐められてたま負けてたまるかみたいなところは絶対あると思うんですよバンドで、はい、でここのファンね、うん、持ってってやろうと、全部同国のファンにしてやろうとか、それぐらいでね、ウィキス今日来てる全員次のライブを動員してやるっていう気持ちもなければ、やっぱりバンドマンってやっぱりそういうところってあると思うんで、ちょっとまあここからは、その6月28日の話にしたいんですけど、はい、まあどんなイベントにするかっていうか、どんなイベントにしたいかとか、うんね、うん、こんな感じでライブやりますよっていうのもがっつり、だから意気込みっていうのは、うん、まあそれぞれあると思うんで、じゃあ、まほちゃんある？そうですね、うん、まあでも個人的にビジュアル系を
自分がライブをどんな感じなんだろうっていうのを知った時で、まあ今と比べたらそもそも時代が違うんであれですけど、まあ盛り上がり方が今とまた違う盛り上がり方をしてて、個人的にはその先入観っていうのがあるので、まあそれに負けたくないみたいなのがずっと自分の中であるので、なんていうか、まあこういう風なことできるバンドってまだいるんですよっていうのを証明できるようなライブを、もちろん、まあ、そのどのバンドよりもかっこいいライブをしなきゃいけないっていうのもありますけど、それありきで、まあ、今のこのジャンルはまだなんかそんな盛り下がりきってないですよっていうのを自分たちで証明できるようなライブを確実にしたいなとは思っているので、そんなライブにしていこうと思います。ね、じゃあお兄ちゃんもなんか、そうですね、でも自分からするとね、あの上の世代もいて、多分出演する中で私たちって多分中間の層ぐらいの子だね、年齢的に、ね、うん、そうですね、でその下の世代もいて、このなんだろうな、世代を超えて一緒のイベントが行われるってことに対してね、まずミザリオールさんには感謝の気持ちをね、あ、そんな、そんな急にそんな言われたら、はい、あとで焼肉を奢った方がいいですかね、はい、ジョジョ園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 、西新宿に大樹園っていう美味しい焼肉屋も、はい、言わなくていいよ、じゃあ行きましょう、みんなぜひぜひ、マジかよ、なんで、まあね、こういう機会を与えていただいてね、うん、あの、まあ、世代も超えて、ジャンルも超えてきたい、そのビジュアル系っていうジャンルの中でいるけども、ジャンルは超えていきたいっていう気持ちをみんな持っているわけですからね、そういう人たちの気持ちでどんどんこうイベントを作っていって、みんながこう交われるような空間を作れるってことは本当に素敵だと思いますんで、はい、なので6月28日は楽しみにしておりますので、そうですね、はい、はい、そして、まあ、出演者ね、まずオープニングアクトから紹介していきたいと思います。ホットブレスユーといいまして、うん、シナさんね、まあ、またのビジュアル系かかしたおなじみ、はい、もちろんフミヤさんたちもここで、はい、ね、はい、あれ知ってる知ってる知ってるもちろんもちろんね、で、ギターが、ニュークリトロマンスの小笠原健二さん、はい、そして、ナイチンゲールの海江さん、そしてベースがバサーのリアさん、そして、はい、ナイチンゲールのドラムの、白夜さんというね、うん、強力なメンツでこの God Bless You というタイトル、はい、ね、これはとあるバンドの復活ライブの時の東京ドームのタイトルになってるんで、あのバンドですね、もうそう分かりますね、もう分かる人は分かると思うんでそのバンドの曲をやるという激アツオープニングアクト、はい、さらには、初ライブの時多分タイマンでかぶったであのルローってバンドがね、はい、そう、はい、ナルシスでやった時のね、ルロー、そして、魔将軍チャッキーバンドもね、さらには、哲也さんいまして、これはヨーロッパとかの活躍されて、もうイケボのめちゃめちゃうまい方が、ね、うん、出てくれたりとか、さらには、まあ、もちろんウキス東北ね、もっと言うと、グリーンマークと、たくさん出てきますので、そちらもぜひチェックしてくださいということで、さらに27日もね、まあこれは実は共通の知人がいたりとか、はい、はい、そうなんですよ、実はどのバンドの共通の、まだベースですよね、ベースしぐれさん、そうですね、そう、この同国のサポートのベースでやられてるしぐれさんが、はい、27日に出る、ファンダケーキホロスコープというバンドの、その日はサポートである、同国ではその日は前日にだったりとか、まあ実は知り合いだったりとか、その辺が、はい、いたりとか、27日は女性アーティストがたくさん出ますと、はい、この間ね、偶然だったんですけど、同国のお兄ちゃんの誕生日主催に来ていた、はい、一ノ瀬さん、はい、ね、あ、そうなんですね、青色一号の一ノ瀬さんも27日出ますので、もしよかったらそちらも、そうですね、なんか2日間楽しんでほしいですよね、なんか、ただライブ、そうですね、ライブをそのこのバンドがお目当てというより、なんだろう、フェスですから、やっぱそういうところで楽しんでもらいたいなって、はい、で、もう一つ言えるのは、だから今日見て同国のファンの方は、あ、ウキスズこうなんだとか、なんか、ウキスズのファンの人は同国こうなんだっていうので、いろいろ楽しんでいただけたらなって、最後に一応大セッション今のところ予定してますので、はい、そこら辺でなんか盛り上がれたらなって、はい、そう、あと体にね、なんか聞こえたぞあと、あのこのどちらの主催にも出演してくれたパラダイスもね、うん、日々いるんで、そのぜひ楽しみにしてくださいというとね、はい、まあね、今回ね、あっという間のお時間なんですよ、なんかいろいろ多分音楽的な今回はなんか、はい、ね、話がたくさんできたと思う、うん、なんか前回クイズしたりとか、なんかこの間なんかいろいろ話したり、あっという間に終わっちゃったと思うんですけどなんだろう、初めて自分でやっててすげえ音楽番組っぽいと思うかそれぐらい結構原点に帰りましたね、なんだろう、お互いに多分なんだろう、自分のバンドのこととか人のバンドのそういうね、はい、ボーカリストとしてとかいろいろ出たりとかして、今回良かったんじゃないかななんて、はい、私はやって良かったと思う、本当にありがとうございますね、うん、さあ、そんな今回ね、皆さんこれの
激レアグッズをちょっとね、こちら皆さんお出しいただけますか。じゃじゃんじゃじゃん、見えますか。まあ前にグッと出していただくと、そうですね、今回、同国ウィキシズの、コラボチェキを取りました。これね、それぞれがセンターになってる、ね、チェキでして、はい、これもそうそう多分二度と出ないんじゃないか、まあもしかしたらどっかであるかもしれないけど、うん、二度と出ないんでな、ではないかという激レアチェキをご用意しました。はい、絶対これね、ピント合ってない。まあ後であのツイッターに画像にも載せますので、はい、ね、こちらを、プレゼントいたします。はい、さあ、こちらなんですけれども、チャンネル登録、そしてね、はい、番組の公式ツイッターフォローされた方から、抽選で5名の方に、ですけど、こちらあの日本国内の方のみのちょっとね、大変昨今の郵便事情もございますので、はい、日本国内の方のみの、ちょっと募集とさせていただきますので、はい、よろしくお願いします、はい、ということでありがとうございます、はい、さあね、もう最後ということでして、最後一言ずつ皆さんいただいて、はい、終了ということになりますので、はいはい、じゃあこの順番でいこうか。そうそう、わかりました、了解です、はい、じゃあでーん、だから3秒以上ラジオだったらマジで大変なことになる。これテレビでよかったね。失礼しました。はい、次のシングルとナチス祭8月2に関しては自分の生誕も絡んでるので、ぜひよろしくお願いします。はい、生誕、はいはい、セカンドシングル、超自信作になっておりますので、まあ、リリースまでファーストシングルの方も合わせてたくさん聴いていただいて、リリースされたら主催も来てもらって、ぜひよろしくお願いします。はい、このセカンドシングルの話についてちょっと掘り下げちゃうんですけど、セカンドシングルにちょっと特殊なラップを取り入れてて、それをちょっと再現させていただきたいんで、ちょっと一緒にあの皆さん手拍子やっていただきたいんですけど、あのレコーディングの前日にスタジオでやったやつ、あのタタタタ言ってるやつ。なるほど、歌詞なしでってことですね。もうじゃあちょっと一斉のせるやん。おー、見せてくれんのね。聞いてなかった。できるかな。多分覚えてるから多分できるはず。お、最後にじゃあ、うん、じゃあみんなで手拍子してください。どんな感じのリズム？はい、フォーカウント。これこれぐらい？うん、いけますね。じゃあ、はい、一斉のせ。タタ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 タ。こんな感じです。ありがとうございます。さあ。ありがとうございます。さあ、じゃあどこ今まで話すこと飛んじゃったな。いやいやね、はい、あのまあ今年はあのフルアルバムも出して、シングルもね、それにあの通じる、あの通じるようにね、あの出せて、あの音源がこうテンポよく出せてる1年の、まあ、前半になってます、はい、後半もですね、音源もね作っていきたいですし、まあ、ライブもね、あの、どんどんやっていきたいし、まあ機会があればまた地方でもね、うん、はい、いいんじゃないかなと思ってますので、はい、これからも同国よろしくお願いします。はい、はい、はい、今日はもう見ていただき皆様ありがとうございます。そして今日はこういう風ないい機会が恵まれてすごく楽しかったです。で、6月28日僕らミザリオールさん主催で、まあ、楽しくやるので、まあお客さん、来てくれるお客さんが楽しんでくれるには、まず僕ら出演者が楽しまないとなっていう気持ちはあるので、またちょっとこの場で起こった楽しさっていうのを6月28日にまずはぶつけられたらいいなと思ってるので、これからも同国よろしくお願いいたします。ふみやでした。はい、ありがとうございました。ということで、はい、ゲストはミクシューズと同国の皆さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではミダオミタリオの音楽堂 Z、 また来週。バイバイ。ぬくもり感じさせている。